SCP-999-JP-J。 アイテム番号 SCP-999-JP-J。 オブジェクトクラスセーフタウンイエル。特別収容プロトコル SCP-999-JP-J は望む限り施設を自由に散歩することを許されていますが、それ以外の際には檻にいなくてはなりません。不審者と誤解される恐れがあるため、任務中を除き、SCP-999-JP-J が夜間檻の外に出ることは許可されません。檻は清潔に保たれ、食事は植物性のプロテインとサプリメントを日に数回与えられることになっています。すべての職員は SCP-999-JP-J の檻に入る時を自由に許可されています。対象が退屈そうな時、穏やかな声色で話しかけてきた時には、一緒に遊んでやってください。説明 SCP-999-JP-J は適度な弾力性を持ち、大きくまとまりのある、筋肉質で不透明、約 154kg のオレンジ色ミルクチョコレート色のスライムです。SCP-999-JP-J のポージングは絶えず変化しているにもかかわらず、大抵は大柄な中年男性のような外観をしています。SCP-999-JP-J の表面は油性の、しかし現代科学では未知の物質で構成されています。SCP-999-JP-J の性格は、遊びたがりな犬のようだ、とよく述べられています。例として、SCP-999-JP-J は誰かからアプローチされた時、その人間に向かって全速力で接近してから勢いよく跳躍し、3本の義足で対象を強く抱きしめます。その後は4本目の義足で対象の頭を撫でつつ、ムキムキ、ピクピク、等の音を出します。SCP-999-JP-J の表面は、人によっては、芳しい香りを発散しています。SCP-999-JP-J の肌に触れた生物は、急激な脱力感と心地よい痛みに見舞われます。SCP-999-JP-J の肌に長く触れれば触れるほど、それらの程度は激しくなっていき、SCP-999-JP-J から離れても長時間持続します。SCP-999-JP-J の最も好む行動は、人の首から舌を固めた上で全身をくすぐる、くすぐりレスリング、であり、しばしば反強制的に行われます。これは SCP-999-JP-J に羽交い締めにされた人がやめてくれと懇願するまで続きます。とはいえ、その要求はそう簡単には通りませんが。ご察しの通り、SCP-999-JP-J の正体は SCP-999 です。彼は SCP-682 との触れ合い実験の最中に起きた惨劇を目の当たりにし、皆を守るためには己が強くならねばならないことを悟りました。こうして彼は、収容違反の隙をついて施設を飛び出し、修行の旅を始めたのです。世界各地で強敵との戦いを繰り広げ、ゲルの滲むような鍛錬を積んだ結果、彼は鋼の肉体と新たなくすぐり術を得得し、財団に帰ってきました。ホイ SCP-999-JP-J、 下記は、SCP-682 を SCP-999-JP-J に触れさせることにより、SCP-999-JP-J が SCP-682 の世界に対する憤怒を今度こそ完全に沈めてくれるのではないかという、全財団職員の期待のもとに行われた実験の報告書である、SCP-999-JP-J は SCP-682 の収容エリアに投下されます。SCP-999-JP-J は誤設置展開法を用いて着地すると、すぐに SCP-682 に向かって駆け出しました。999、息揚々とした、ムキムキ、オン。682、陣地を超えたうなり声、うなり声は収まらない、なんだお前は。
SCP-999-JP-J は勝ち時のような音を発しながら犬のように飛び跳ね、SCP-682 の前まで移動します。682、うなり声、いとわしい。SCP-682 は即座に SCP-999-JP-J を踏みつぶし、真っ平らにしようと試みますが、SCP-999-JP-J の肉体は圧力に耐え抜きました。682、何か理解できない声でつぶやく、お前、いつかの、低い発声、まるで引きつったような、なんだ、何をする？ SCP-999-JP-J は SCP-682 の指をこじ開け、SCP-682 の体の側面に這い上がり、首にしがみつくと、優しく SCP-682 の刈り足を撫で始めました。SCP-682 の大口は徐々に開き、脱力していくのが見て取れます。682、深く息を吐いて、私は感じるぞ、おお、気持ち悪い。いや、気持ちよい、うめき声、気持ち悪い、気持ちよい。SCP-682 は、気持ち悪い、気持ちよい、を交互に数十分間繰り返しつつ、仰向けで尻尾を床に凶暴な力で叩きつけながらゴロゴロと転がりました。682、やんわりと怒鳴りながら、やめろ、気持ちよいのはわかった、もうくすぐらなくてもよい。999、のぶとい声で、ここかなり凝ってますね。強めに押してみますねー。682、悲鳴。SCP-999-JP-J が SCP-682 の穴を強く圧迫したところ、SCP-682 は体から正体不明のエネルギー波を放出し、崩壊しました。エネルギー波の範囲にいたすべての職員には、代謝の促進、関節の矯正、うつ症状の改善等の身体異常が発生し、職務効率が向上しました。SCP-999-JP-J は実験終了後、あまりの光景に卒倒していた職員を一人一人気づけして回りました。SCP-682 の残骸の中からはちっちゃいトカゲが見つかりました。ドクターのメモ実験は成功した。その一方で、それは私がこれまで見てきたものの中で最もおぞましいものになってしまった。だが、SCP-999-JP-J は財団の、いや、人類の救世主になり得る存在であることは間違いない。まさか999を、男らしい、などと思う日が来ようとは。ああ、別に映像記録を送る必要はない。今必要なのは、スライムに履かせるパンツだけだ。ほい SCP-999-JP-J、B 実験によりその有用性が証明されたことから、財団は SCP-999-JP-J をタウミエルへと格上げし、危険で厄介なアノマリーへの対処に積極的に活用することにしました。現在、SCP-999-JP-J は機動部隊オメガ、7、パンドラの箱、に所属しています。以下はこれまでに SCP-999-JP-J が関わったオブジェクトのリストの抜粋です。対象、結果。SCP-49、技術の継承に成功。のれん分けが認められる。SCP-55、壺が見当たらなかったため、くすぐり断念。SCP-76、11勝8敗の勝ち越し。現在五十肩の治療に当たっている。SCP-96、初めての友達となった。SCP-105、服装について苦言を呈されている。SCP-173、排泄物と血液の混合物が以前よりも増して多く出るようになった。SCP-231、おかげさまで、無事に元気な男の子が生まれました。SCP-343、波越徳次郎だった。SCP-447、吸収効率の良い新型プロテインとして使用中。SCP-811、肉体改造による無害化を目指す。あえ、大きくなる。SCP-978、ベストショットが取れた。でかい。SCP-990、
夢の中にまで出張してくれるとは思わなかったよ。SCP-1000、全 SCP-1000 が許した、人類との和平が成立。